走れ SL 全員集合。これは蒸気機関車のお話だよ。大阪か、何年ぶりやろ。下着、靴下、化粧品、お祝い、まあ、あれ、そんなに作りをしちゃってどこか出かけるの？うん、大阪のお友達の結婚式に招待されたの。ふーん、大阪行くの。それで大阪には何に乗っていくつもり？それが飛行機にしようかな、新幹線にしようかなってまだ決めてないの。そう、だったら僕と一緒に行かない？え？モグタンご推薦の SL の旅っていうのがあるんだよ。なにそれ。うん、今は博物館や公園でしか見ることができなくなった SL に乗って大阪まで行くんだよ。わあ、面白そう。よし、決まった。くるくるバビンチョパペッピポヒヤヒヤドキッチョのモーグタン。明治22年1889年、東京から神戸まで東海道本線が開通した。その頃の SL は全部外国から輸入した蒸気機関車ばかりだったんだ。これはイギリスのネルソン製6200型なんだ。イギリス製？かっこいいわね。何がかっこいいじゃ。どいつもこいつも舶来品にかぶれおって、いくら外国の技術が優れてる言うても、ここは日本じゃ。機関車ぐらい日本人の手で作ったらどないなんじゃ。そうです、そろそろ日本人も自分の力で機関車を作ってもいい頃です。あんた誰や？私 RF トレビシック、皆さんのお手伝いします。明治26年1893年、イギリス人 RF トレビシックの指導で国産機関車の製造が開始された。機関車がどのようにして動くか、元の仕組みはとても簡単です。あれをご覧なさい。なぜ蓋がカタカタ動くか皆さん分かりますか？水を温めると蒸気になりますね。蒸気になった水の粒は空気の中で大きく膨れるのです。そして夜間の蓋を押すのです。この蒸気の力を利用して世界で最初に蒸気機関を作ったのがイギリス人のワットだ。1769年、今から200年以上も昔のことだった。これが蒸気を使った機関車の仕組みです。テンダー、ここからボイラー、ここに水を通し、その下で石炭を燃やす。すると蒸気が出て大きく膨らみ、そしてここのピストンを押し、ピストンから棒で車輪に力が伝わって、ほら動き出す。これがトレビシックの指導で作られた国産第1号の860型機関車だ。おお、ワンダフォー、信じられません。素晴らしい機関車です。この国産第1号車は今までの外国製の機関車に比べて燃料の石炭が5分の1も節約できて、トレビシック自身もびっくりしたということだ。何？本場のイギリス人もびっくりや。これ見、日本は負けんぞ。日本の技術は世界一や。バンザイ、バンザイ、バンザイ。でもまだまだ外国の SL に学ぶ点は山ほどあったんだ。こっちの方が早いぞ。 1D1 ミカド型、アメリカからの輸入機関車。こっちの方が便利だぞ。これは8800型、ドイツ製で、ほらヘッドライトが動くんだ。外国の SL なんかもういらないぞ。大正2年、1913年、96と呼ばれる貨物用 SL 9600型、その次の年に86と呼ばれる旅客用 SL 8620型が国産化され、とうとう日本の鉄道は外国の SL に頼らなくても独り立ちできるようになった。わあ、悔しい。他の SL に抜かれてばかりじゃない？モグタン、なんとかしてよ。よし、SL を変えよう。モグタン。どないなってんじゃん。今は山中、今は浜。わあ、早い。これなら
は誰にも負けないわ。うん、この汽車はツバメ号って言ってね、日本が世界に誇る C51 が引っ張ってるんだ。大正8年1919年に完成した C51 型 SL は昭和5年超特急ツバメ号を引いて最初20時間近くかかった東京と大阪の間をわずか8時間で走ったんだ。わあ、私よりも大きい。 C51 の動輪は1m75cm もあって日本一大きいんだってさ。こんなものどうやって運転するの？よしお姉さん、 SL の運転席に乗ってみよう。わあ、素敵、モグタ好きよ。わあ、ここが運転席ね。すごいメッカ。全速前進。ん？お姉さん邪魔だ邪魔だ、そこどいて。これだけの重い SL を動かすのには燃やす石炭も大変な量がいるんだ。しかも入れる石炭は釜の中で平均して燃えるようにしなければならない。これには難しい技術と訓練がいるんだ。すごい、見てるだけで目が回りそう。そうとも、誰にでもできるという仕事じゃない。ここまでなるには何年もかかる。ほんと、たくましいわ。あたしだって憧れちゃう。これは C51 型を改良した C55 型。早く走るために流線型の機関車も生まれた。その頃の満鉄の特急アジア号、もちろん国産機関車だ。あ、あれはテッコイチだ。 B51。 そうでしょ、機関士さん。そう、あれが日本で一番愛された機関車、テッコイチだよ。昭和11年1936年に作られた B51 型 SL はとても力が強く、日本の代表的な SL として1115両も作られたんだ。そしてスワローエンゼルと呼ばれるこの白国 C62 は日本一速い SL で最高時速129キロの記録を持っているんだ。 SL って本当に素敵ね。もくもく煙を吐いて力強くて男らしくって、私絶対 SL ファンになるわ。でも今じゃその SL もほとんど走ってないんだよね。どうして、どうしてなの？そこで煙を遠くに飛ばすためにさまざまな工夫がなされたんだ。空気の流れを変え煙を遠くに飛ばす板を取り付けたり、こんな奇妙な煙突をつけた SL も現れた。でも SL から煙をなくすことはできなかったんだよ。こうして長い間日本の鉄道を支えてきた SL は電車や電気機関車、ディーゼル機関車にその役目を引き継いでいったんだ。博物館の中でしか会えないなんて、それに全然動くことができないなんて、
SL がかわいそう。ううん、SL は今も走り続けているさ。耳を澄ましてごらん。え？ほら、聞こえるだろう、あの音が。SL は今も走り続けているんだ。みんなの心の中を力強く煙を吐いて永遠に、いつまでもいつまでも。乗り物が大好きなみんなは、蒸気機関車に乗ったことがなくても SL っていう言葉は知ってるよね。お姉さんは博物館や公園でしか蒸気機関車に会えないって言ってたけど、今でも日曜日や休日を中心に埼玉県の秩父鉄道や栃木県の真岡鉄道などで走っているよ。みんなもチャンスがあったらぜひ乗ってみようね。